はい、こんにちは、水くんです。今日はですね、駐車場にいるんですけど、車でね、ちょっと近鉄の駅に来たんですけど、車で来ましたということでね、大阪まで来ましたよ。はい、ということでね、今どこにいるかというとですね、もうダイレクトに駅には来てるんですけど、ここですね、ちょっと見にくいな、よいしょ、近鉄長野線ですね。はい、近鉄長野線岸駅、はい、岸駅に来ておりますということでね、長野線の駅ですよ。富田林しか行ったことないんですけどね、長野線の駅、どんな駅なのか行ってみたいと思いますということでね、目の前にパチンコ屋さん、目の前にね、パチンコ屋さんもあるんですけど、ちょっと誘惑されるんです。まあね、誘惑に負けずに近鉄の駅行ってみましょう。それではよろしくお願いします。地下になってるんですね、地下に。なんかでも橿原線みたいなホームになってますね。駅員さんもいるっぽいですね。さあ、岸の駅、古市まで210円、すごいなこれ。何これ、すげえ。ここの地下に駐輪場があるんですかね。すごいな、大阪芸術大学って書いてある。まあ、とりあえずホーム入ってみますか。結構人いますね。あ、待合室誰もいません。今うちにエアコンチェック、サイソンだ。はい、サイソンです。このすだれがいいですね。またすごいな。さあ、ということで岸の駅です、隣が古市。古市は1回ね、紹介しました、南大阪線との、合流地点ですね。そして隣が富田林ということで、富田林はね、まだ紹介できてないんで、またね、紹介できたらなと思うんですけど、今回は岸ね、和歌山県にも岸っていう駅あるんですけど、ちょっと違いますよ。すごいなあ。さあ、駅はシンプルに2面2線なんですけど、長いね、いや8両編成まで止まれる、駅になっております。で、こっちがね、今こう絶賛工事中ですね。はい、高架化に向けて絶賛工事中です。まだね、こっち河内長野方面はこの高架の横をね、こっちを走るような感じになってるんですけど、ここですね、今絶賛工事中ということで、もうすぐ完成しそうですもんね。あと少しっていうところでしょうか。ということでね、周りはね、あのマンションとか結構建ってるんですけど、あそこら辺の金剛山、葛城山とかね、あの山がね、またいいですね。いい味を出してます。さあ、岸の駅ね、結構利用客数が多いのかな。っていうのもね、岸の駅から古市、そして富田林とね、この間、岸と富田林の間も、岸と古市の間も3キロ以上あるんですよね。はい、営業キロ数なんですけど、やっぱりね、
3キロ以上あるとピンポイントでこの駅来るようになっちゃうので、やっぱり利用客数多いのかなという感じがします。阿部伸ばし行きですね。お、ここだけなぜか木ができてる。木でできてる。すげえな。こっちは木じゃないのに。ここだけなぜか木でできてますね。なんでしょうか、これは。やっぱりね、近鉄長野線といえばやっぱり近鉄で最古の路線ということでね、ちょっと記念に残してるのかな、最古の枕木みたいな。ちょっと違うかな。屋根も結構本格的にね、綺麗になってますよね。ちゃんとね、エレベーターも設置されてるんですが、こうね、スロープも設置されてますね。これ非常に良心的じゃないでしょうか。良いと思うんですけど、はい、いいですね。さ、ということでね、外出てみましょう。どんなところが待ってるのかなっていう感じでね、ちらっと見えるんですけどね、はい、どんな駅か、どんな外か、ちょっと行ってみましょう。ここはでもエレベーターから出てまっすぐは線路なんですけど、ストッパーついてないですね、手すりみたいな。これはちょっと新商社さん危ないんじゃないですか。ちょっと転落するような恐れもありますよね、このまま出たらね、うん、ちょっとそこは課題ですかね。ドアが閉まります。ドアが閉まりますと自動的に。さあ、これも弁慶ですね。三菱エレベーターです。はい、750キロまで持ちます。ドアが開きます。改札階です。すごいな、ロータリーですね。結構なんか
いいロータリーですね。まん丸としたロータリー。これは何ですか？聖徳太子御陵って書いてます。聖徳太子さんおられたんですね。なるほど。ほんまかな。金剛タクシーもあります。隣は小野妹子、小野妹子のお墓って書いてますね。どこかにあるんでしょうね。まさかここがお墓なわけないやろし、あ、りそな銀行あります。ガンガン金下ろせます。でもすごいですよね。で、上野大使行きのバスがあるんで上野大使までは行くんでしょうね。あ、でも1時間に1本ですね。周りは何もないのかな。うわ、なんだすげえ、すごいな。芸術大学生ですかね。大阪芸術大学が近くにあるって書いてあったんで、芸術大学ギャル、ギャルですかねえ。僕の名刺いるかな。はい。でも周りはそんなに、なんかマンションとかありますけど、そこまで言うほどなんか商業施設がどでかいのあるのかって言われたら、なんかクエスチョンですね。ただね、やっぱりね、長野線この岸駅、支線、まあ支線といえどバンバン電車来るんでね、やっぱりいいですね。まあ、あれよあれよと来ますからね、すごいな。ちょっとした理容室とかカフェするところとかあるのかな。そんな感じがしますね。ちょっとしたスーパーもありますね。サンプラザね。さあ、岸のホーム、すごい人だ。阿部の場所方面、古市方面ですね。すごい人待ってる。これはやっぱり活気がありますね。利用客数は非常に多いですね。で、やっぱりね、近くに170号線があるっていうこともね、やっぱり利便性もいいんでしょうね。能天飯店、はあ、ナスビ、ナスビ、ナスビがあります。すごいな。そしてチクタック、ヘアランドチクタック、はあ、で、これ岸の西口の方になるのかな。スーパー第一ということでね、パチンコスロットもあります。はい、ちょっと逆光で見にくいかな。はい、こんな感じでね、駐輪場もね、こういうところに駐輪場あるんですけど、地下にもあるんですよね。だから結構ほんとね、利用客数多いんだなっていうのをね、思わされますね。はい、ということで今日は近鉄長野線の岸駅、紹介いたしました。ということでね、やっぱり観光客じゃなくて
もう本当もう通勤通学ね、そういう方の使われる場所だと思います。もうそこそれだけで活気あふれてる場所、もう視線なんですけど、一応視線に思えないですよね。はい、まあこれも富田林ぐらいまでなのかなっていう感じはするんですけどね、まあそういう場所です。はい、ということでね、またいろんな駅行こうと思いますのでよろしくお願いします。最後に電車が来ます。これ撮って終わりたいと思います。はい、来た。はい、それではご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。